はい、皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。まさふみです。今回は静岡県の浜名湖でビッグベイトを投げてきましたので、その動画をご覧ください。まずはレイドジャパンさんのダッチというビッグルアーです。このルアーは羽が2枚手のようにこうついていて、水面をバシャバシャと魚がこう溺れているような、そのような演出ができるようなルアーになっております。ねえねえまさふみ、なんだい？ビッグベイトの魅力ってなーに？それはね、ビッグベイトといって、ただルアーが大きいだけではなく、そのルアーの持っているポテンシャルも、やっぱりスケールが大きいんですよ。わかりづらいかもしれないですけど、動きとかもダイナミックなんですよ。時には優しく、時には激しく、そんなルアーを演出できるっていうことが大きな魅力で、もし釣れれば大きな魚が期待できる、そんなルアーなので、ビッグベイトを無理して投げています。そうなんだね。そうなんですよ。今投げているのは、レイドジャパンさんのダッジというルアーなんですが、このルアーも大好きなんですよね。一時期、入手困難なルアーだったんですが、店頭で売ってるのを見て、一つ限りだったんですが、そちらを衝動買いしてしまいました。衝動買い、ルアーマンあるあるだね。そうですよね。このルアーはゆっくり巻くのが基本です。ですが、時にですね、潮目だったり、流れのあるとこだったり、そういうところに来たら、急に早巻きするのも、あり、全然ありだと思います。そっか。タックル教えて。はい。今使ってるタックルは、ロッドは、14フィートのショアジギング用のロッドです。とても硬くて重いんですが、170グラムまでですね、投げれる竿なので、ビッグベイトも余裕で投げれます。リールは、スリノさんの、スリノっていうメーカーさんのものです。4000番の XG を使っております。そして、ラインは PE の2号を使っております。ショックリーダーはバリバスさんのナイロンリーダーですね。40ポンドを使っております。ルアー買えるんだ。はい。今度はですね、コプラさんね、コプラ。っていうですね、180ですかね。トップウォーターのポッパーみたいな動きをするルアーです。あ、スナップはですね、1号っていうタイプですね。ちょっと大きいタイプですね。サイズで言えば LL サイズですかね。まあ、40ポンドのナイロンラインがショックリーダーになります。ちょうどね、相性的にはいいですね。コブラの180っていう
タイプです。ポップウォーターです。こう口をね上に上げてほぼ垂直に姿勢で浮かんでいます。なんか可愛い感じ。そうなんですよ。なかなかね愛嬌のあるルアーで姿もいいですけど泳ぎもいいんですよね。こういう感じでちょっとねスプラッシュを上げながらちょんちょんとした感じで、これをね投げてるとそこら中でですね水面がざわざわしてきて、なんかこう魚っ気がね出てきます。やっぱりビッグベイトの魅力は周りの水をだいぶこう刺激して近くにいる魚たちとか遠くにいる魚たちをこう寄せる、なんだろうって言って寄ってくる寄せる魔力がねあるんじゃないかなと思って、ただ釣れなくてもルアーの動きをさしてるだけで、アクションをしてるだけで、なんかこう釣ってる感があるっていうか満足感が全然ね、その普通常のルアーに比べると違いますね。ビッグベイトってなかなか釣れそうもないけど、はい、釣れないからいいんですよ。簡単に釣れたらね、何でもそうですけど面白くなくなっちゃいますよね。だからロマンですよね。前回の動画でもそう、何度も言ったんですけど、やっぱりロマンがあって、そのロマンを感じることができるのが一つビッグベイトの釣りなんじゃないかなって自分は思っています。ね、これでね、釣れたら本当にめちゃくちゃ貴重な一本ですよね。そうだね、釣れるといいね。釣れたら大きいだろうね。はい、僕もね、そう思います。釣れたらですね、ランカーサイズが望めるんじゃないでしょうか。ロッドが重そうだね。どうやって投げてるの？はい、そうなんですよ。重たい竿なので、投げるのも一苦労なんですが、一つだけね、コツがあるんですよね。そのコツはと言いますと、投げるときに右手を使うんじゃなくって、左手を、グリップエンドを持った左手が自分の前のに引くような感じ、下ろすような感じ。要は、右手で振るんでなくって、右手はただ動いてるんですけど、主に左手を使って左手をね上から下に引くんですよね。そうしてテコの原理でまあロッドを曲げてあげる、そういう投げ方をすれば比較的まあ重い竿、取り回しの悪い竿でもまあ軽くですね遠くまで飛んできますし、結果的にね楽だと思いますので、もしよかったら真似をしてみてください。あくまでも右で振るんじゃなくて、左手を、グリップエンドを持った左手を手前に引く感じ、下ろす感じ、そんな感じで投げるといいと思います。さあ、またルアーチェンジをしたいなと思います。そういう投げ方のコツがあったんだね。ルアーチェンジするの？次は何にするの？はい。そういうコツがあるんですよね。皆さんにもね、真似してほしいです。次のね、ルアーは、
みんな大好き柴野さんのアーマージョイントっていうジョイントタイプですね。なんとこのルアーですね、フラッシュブーストって言って、お腹がキラ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 するんですよ。そして三連結。かっこいいじゃん。そう、見た目もね、かっこよくてね、美しいんですけど、泳ぎもね、すごくいいんですよ。生めかしいと言いますかね。これはね、フローティングタイプなんですけど、こういう感じでね、くね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 と。なんか S 字をね、こう、浮いてるだけでも S 字を醸し出すことができるね。なんかすごい、すごい洗練されたルアーですね。ガンクラフトさんのジョインテッドクローって、ジョイクロっていうタイプの、あれのね、まあ、パクリっちゃパクリなのかもしれないですけど、それほどね、泳ぎますし、ゆっくり巻いてるだけで、くね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 として、すごくね、動きがいいので、まあ、これで釣れないっていうのはね、やっぱり運が悪いとしか言いようがないような、そんなルアーですね。そんなルアーがあるんだね。はい、そうなんですよ。止めてもいいし、巻いてもいいし、早く巻く、あんまりね、早く巻くルアーに特化はしてないですね。どちらかというと、スローで誘う、ストップ&ゴーで誘う、そういうルアーになってるんじゃないかなと思います。あんまり早くするとね、動きが破綻してしまってね、まあ、パシャ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 なって、まあ、それはそれで悪くはないんですけど、やっぱりこのルアーのいいところは、くね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 と、スローでも S 字を、大きく S 字を描いて、魚を誘ってくれる。止まれば止めれば止めたで、ふわふわっと浮いててくれる。なんかそういう、なんか、ちょっと変わったルアーですね。すごくね、サーフとかではね、実績を上げてますね。一応ですね、ネッサっていうシリーズなんですから、まあ、サーフを意識して作られてるルアーの一つではあります。なので、こういう湖とか河川とかでの使用っていうのは、ちょっとイレギュラー的な要素はあるのかもしれないですが、すごくね、泳ぎがいいので、これ、シーバスとかも、効くと思うんですよね。なので、これをね、チョイスしました。そっか。はい。ビッグベイトの中ではね、比較的軽めのルアーになります。なのでね、これ、面白いことに、このルアーは、投げた時ですね、飛んでいく時に、体が、ボディがくの字になって飛んでいくんですよ。なので、空気抵抗もね、だいぶ抑えられて、飛距離も結構あるんですね。飛距離も結構出て、泳がないルアー、重たいルアーっていうのは、空気抵抗が大きくて、結構、距離っていうかね、飛距離やなんかはちょっとスポイルされがちなんですが、このルアーに関しては、こう、ジョイントの部分がくりって折れ曲がって、くの字の状態で飛んでいくので、飛距離もね、まあまあ出て、すごくいいと思います。あ、ついに出ましたね、このルアー。はい。シーバスファンの中では知る人ぞ知るウェイキーブーのタイプです。ウェイキーブーですね。これは本当巻くだけでね、釣れてしまうという素晴らしいね、ルアーですね。巻くだけでいいの？
そうなんですよ。投げてただ巻くだけです。特別なね、テクニックがいらない。だけど、釣れる。よく釣れるルアーっていうことで、すごくね、人気があるんですよね。このタイプはね、ちょっと大きいタイプですが、通常のね、ルアーもね、ありますんで、そちらの方を使われてる方は結構多いんじゃないかなと思います。僕はこのルアーをですね、2種類色違いで持ってますが、今日はそのうちの一つを持ってきました。こうやってね、軽く巻くだけです。まあ4000番なのでね、あんまり早く巻いちゃうと動きが破綻しちゃうので、まあゆっくり1秒間に1回転ぐらいをめどに巻いてます。まあ夜、夜間のね、ナイトゲームでしたら、もうちょっとゆっくりめに巻いた方が、いいのかもしれないですけども、まあ、デイゲームなんで、まあ、なるべく見切られるっていう要素をね、排除するためには、多少ね、早めに巻くっていうのが基本なのかなと思ってますので、まあ1秒間に1回、夜間であれば1秒間に、まあ、3分の2とか、まあ、半分とか、そのぐらいね、半分ですね、そのぐらいの速さで巻くのがいいのかな。はい、今回はこのあたりで失礼いたします。どうも最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。